いの眠れないんだけどさ。疲れすぎて眠れないの。そういうわけじゃないの。シンプルに眠れないの。これでしばらく握手してないよ。来てよ、じゃあ握手。まあ販売されてますよ。眠そうだけどね。確かに眠そうだよね。眠そうだね。自分も今鏡というか配信のこの鏡見たら眠そうでびっくりした。眠いのかもね、自分。もしかしたらね。眠いのかも。今から寝落とし、朝早いか。早いよね。何してるの眠い。私は今アニメ見てたけど、アニメ見てたけど、今日楽しかった？楽しかった。アニメ見てたよ今はね。開始始めたら眠くなってきたかも。配信したら眠くなってきたかも。最前ど真ん中で見てました。南ちゃん卒業したらクレムシになってくれるの？もう卒業しちゃうじゃん、南ちゃん。何のアニメ？最近トリプル A は私好きなんですけどね。トリプル A の西島さんとスカイハイさんって言ってたよね、かわいがね、2人で歌ってるんですけども、主題歌。それが流れてきておもろそうって思って、ブルーロックっていうアニメなんですけど、私もともとブルーロックを見たんです、4話だけ。でも私、なんて言うんだっけ、エゴイストだっけ、なんだっけ、エゴイスト嫌いみたいな話し、嫌いって言い方よくないんだけどさ、エゴイスト苦手だみたいな話したのよ、前に。と思うんだけど、ブルーロックを4話でだけ見て、4話見てイライラが溜まりすぎてもう見れないって話、昔、すごい昔にした気がするんだけど、なんだけど、それがやっぱそのアニメの主題歌を2人がされているということで、見なくてはいけないと思って見ました。見始めてます、今。見なくてはいけないってなんか、そんなさ、見なきゃいけないってわけじゃないんですけども、ちょっと2人の主題歌すごいよくて。歌好きで、普通に歌見てて、その TikTok で見てたんだけど、なんかそしたらなんかその最後にさ、その歌の時にさ、歌のなんかみんな宣伝してたんだけど、その裏でなんかそうやってたのよ。その流れてんのよ、エゴイストなあのアニメが。あれめっちゃおもろそうじゃんって思ってちょっと見始めました。あ、誰かがタワーを、あ、ゆうねんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。グミ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 ベア。ありがとう。今日も楽しかったね。歌いたいけどさ、他の人の歌って歌っていいのかな。しかもなんかその掛け合い、そのね、アニメの歌のめっちゃいいくて、なんつうんだっけ、名前、ブルーロックのアニメのファンの方って本当にブルーロックが好きなんだろうなって思ったのが、編集がすごい上手くて、その西島さんとスカイハイさんが2人で立てるんだけど、その歌割によって2人の人物の、ちょっと2人の人物が主人公みたいな感じのアニメな、今回の今期がそういう感じなのかな、もしかしたら。そうしたらなんかその歌割によって、まあさ、その人が違うんだけど、その何て言うんだろう、難しい、何て言うんだろう、最初の歌割りの時には西島さんが歌ってる時にはその人の
もう一人の主人公のずっと映像が流れてて、スカイハイさんが歌ってる時はもう一人の主人公の人の映像が流れてて、それが本当に思う。なんか私の説明今わかる？私の説明わかるかな？そう。だからそれ見たらすごいなんか。そうでね、コメント欄とか見たらさ、なんかすごいその主人公たちに歌詞が合ってて、なんかすごいいいみたいな感じでやってて、見るしかなくないと思ってちょっと最近見始めちゃった。しかも歌詞がね、なんか全然違う2人なのよ。だからそのなんか、あ、そういう話なのかなって勝手に想像しちゃって、すごい良さそうって思ったらちょっとやるし、その見るしかない、その見て確認するしかないじゃん。でも私まだ4話までしか見てないから、その1期の、だからまず1期から見始めなきゃいけなくて、ちょっと今頑張って、今さっきから今この帰ってきて暇すぎたから、暇すぎたっておかしいんだけど、暇って何って感じなんだけど、眠れなさすぎたから、あ、じゃあこの時間もったいないし、ちょっとそのアニメ見てみるかと思ってみました。いいんですよ、みんな見てください、ぜひみんな見て。私もまだ見てないから、ちょっと正直まだそんなみんなに説明できないし、まずその私が好きなその好きって言ってる歌の輪までいけてないから、どんな感じがしようかってない。あ、ジェイありがとう、グミ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 ベア、ありがとう、ありがとう、楽しかったね。1シリーズ目ってか、そう、1期って1シリーズ目、今2シリーズ目まで行ってんのが違う。そうだよ、そういうことだよね、多分。そういうことじゃないのかな、そういうことだよね、多分。ちょっと今ね、見始めたから何とも言えない。あ、シーズン1しかないんだけど、なんでだろう、シーズン1しかなかったわ、ごめん、適当なこと喋ってるわ私。あ、1シリーズ目でさ、1シリーズ目であれなのかな、主題歌が変わったのかな。ごめんなさい、あんまりちょっと本当にこのにわかファンだから、ちょっと正直語ったりはいけないし、あんまり何も理解してないので、ちょっとなんとも言えないっていう気持ちではあるんですけれども、っていう気持ちです。でもナギ熱い、そうナギね、そう私も見て、ナギって名前だけ覚えてます。グミ部屋ってなんだ、私がね、急に話してか、一回ごめん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 、急にグミ部屋の話になるんだけど、タワー立ててもらった時にグミ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 って歌ったやつ、あれなんだけど、あれなんであれになってると、あれをなんで歌ってるかっていうと、私が昔なんだっけな、ちょっと待ってね、誰か説明してくれない？説明できる人いる？待って、今ね写真見返して思い出してるから、説明力、あ、そうカラーズだ、そう、あ、そう、気まぐれんの、そう、気まぐれんのね、クレイユーキーズさんのなんかカラーズっていうなんかイベント的なのがファレフェスなんかに呼んでいただいて歌を歌ったんだけど、そう、クレイユーキーズさんのそのイベントに呼んでもらって、その時に私も歌ったんだけど、
っけな、正直ちょっとそこら辺曖昧なんだけど、その時になんかそのグミベアっていう歌があって、グミなんなグミベアつたてグミベアっていうのがあって、でグミ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 ベアっていうめっちゃ可愛い歌があって、もうそれにドハマりしちゃったの、その時期に。本当にもう頭から離れなくて、で一生違う配信でやってたら、そのクマタワーっていうのがその時に絶対なかったの。昔ちょっと前まで、そのちょっと前までクマタワーっていう存在が絶対になかったのね。でもなんだけど、なんかそのクマタワーができたのよ絶対。え、そうだよね。なんかあんまり昔からそのクマタワーっていうものがあるってあんま知らなくて、で多分クマタワーその時に気づいて、え、待って、タイミングいいやんみたいになって、クミあのクマタワータワー、普通のタワーの時はそれ歌わないの、タワーありがとうございますって言って普通にバーってやってるんだけど、そのクマタワー投げてくれてくれたら、あのグミベアを歌うっていうなんか習慣、なんかそれがなんていうんだ、もう本当に語彙力なさすぎて何にも出てこないんだけど、頭何も出てこないのよ。なんだっけ、あのグミベアなんていうの、そういうタイミングで歌うようになったっていう。え、もう言いたいことが全然出てこないけど、私大丈夫そう今日。本当に出てこない、ごめん。本当にいつものことなんだけど、今回がちょっと本当に頭から頭に出てこないの、文字が。ごめんね、本当に語彙力の語彙力ゼロ女すぎて本当申し訳ないけど、ごめんね。ラバーいいよね。そんな感じであのグミベア歌うようになりました。めんどくさい僕に売れてくれて冷めたんだ、どこへ行こうとしたこっちゃないで、お好きにどうぞ。あ、すいません、これがあのあれです。そんな感じです。あの髪の根元黒くなってきたねって言わないで、もう明日行くから本当に。ラバ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 、デレデレデデ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 デ欲しいと思えた Just wanna be you この思い届くなら、何色にするの、何色にしようかな今悩んでんだよね。うーん、だって本当はね、もう明るいのを継続したいんだけど、まあ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 、いろいろあるじゃないですか。それでなんか迷っちゃってい、ろいろあるよね。じゃあグラビアはないよみんなにグラビアを、グラビアをみんな見たいのかな、見たいのみんなって。そうなんだ、それが分かんないからさ、今ちょっと正直やらないけど、でもなんか髪を今は暗くしようと思ってるのがちょっと理由があって迷ってるって感じなんですけど、うん、髪色どうしようかな。だって浮いちゃうのもやばいじゃん。なんか浮くって分かってるじゃん、このまま髪明るいままいったら。だからさ、明るいままいたいけど、ちょっと迷っ、暗くするかも迷ってます。ブルーロックにちなんでブルー系にするとか。私ブルー系似合うのかな、あんまやったことないよねブルー系。置いててよくない、いいの。グラビアって髪色を指定されさ、されない。だから自分の明日行くのに決めてないの。そうなの、明日行くのに決めてないの、ごめんなさい。そう、一度暗くするとね、明るくするのがね、また大変になるからね。まだ明るくいたい気持ちもあるんだけど、
どうなんだろうね。だもん。明るいの似合う。今の髪色最高。だからリタッチだけして髪、まあ、ここもちゃんと綺麗にするけど、リタッチしてちょっとこっちもちょっとなんかなっていう気持ちも今あるんだけど、ちょっと本当にめっちゃ悩んでる。確かにブルーロックハマってる時にね、ブルーやったなみたいな、いいねそれも。だからでも似合うかどうか分かんないから怖いね。私はギャル好きなんすよ自分も。でもピンクやりたいね。ピンクもやりたいんですけどね。成人式何、成人式はさもう暗くするって決めてるからさ、そこにはもう暗くなる予定ではあるんだけど、いや暗くするっていうか茶髪では絶対あるけど、黒髪には絶対しないんだけど、ここまで明るくはしない気持ちではあるから。そう、そう、まだ今の髪色に未練タラタラではあります。だからちょっと迷ってるんだよね。迷ってる。ただカットしないです。私も髪伸ばしてるからカットしないんですけどね。迷ってます。髪色は迷い中です。それで今くるるん髪短い時はこれぐらいはある。これぐらいの短さの時はあるけど、こことかは肩より上はないね。何色に染まってるか楽しみにしててね。え、もう一本立ててくれたの。ゆでんさんありがとう。グミ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 ベア、ありがとう。嬉しいです。こんな公演お疲れ様のあれタワーなのかな。ありがとうね。公演頑張ってよかった。10日の公演ね、見逃せませんね。じゃあ10日の公演まで絶対に神、あの10日の公演まで絶対にっていうか、もうあさってなんだけど、あさってまで秘密にします。髪色は今来た、ありがとう。ショート私嫌なのよ、似合わないしすぐ伸ばしたくなっちゃうからね。まあエクステつければいいんだけどさ。ロングが自分の中で好きで、ロングやめられないんすよ。あ、私さいつまでの公演が発表されてるんだろう。何日までの公演が発表されてる。教えて教えて教えてくださいな。皆さん私また間違えて言っちゃうからじゃん。あ、14、14ね。皆さん楽しみにしててほしい。なんかすごいあのみんなびっくりすると思う多分14楽しみにしててほしいみんなびっくりするよ多分。
上手に座った方がいいかも、14当たったら。多分ね、多分14上手に座った方が、わかんない、わかんないけどね、わかんないけど、ちょっとわかんない、まだ自分のね、あの全然確認してないからよくわかんないんだけど、あの上手に座ったらいいかも、もしかしたら。でまだだから合否とか出てない、合否って言うの、なんていうの、合否って言わないよね、なんて言うんだろう、なんていうの、あれ当落か、当落出てないかもしれないから、ちょっとよくわかんないんだけど、上手に座ったらいいかも、みんなね。ちょっとでもね、多分メンバーからじゃあの想像できないじゃん、私はいつもだと思うの、いつも通りだとみんな思って下手に座っちゃうかなと思ったんですけど、あの下手には座んないで、その日だけは上手に、14ね、14だけね、13は下手ね。でみんな来てほしい、手が14日お願い、私テンション上がんないかも、14日みんな来てくれないと。しかも多分14日限定な気がする、だから14日来て、そうなんか悲しい、言ってくれないとみんなが、だから10日来て、普通に頑張ってるから。あ、13日ね、立ち入った、まあ13日でもいい、別に13日はいつも通りだけど、13日やったから無理か。別にごめんなさい、別に止めてた。私神手でもみんなあんまりさ、ネタバレ好きじゃない、ここで全部喋っていいの、うちがいいの、だから誰か教えてくれる、ポジションどっちかって、どっちか分かる、私が今さここで誰のポジションやるよって言ったらさ、みんな今ここで喋りたいんでしょ、よく分かって喋りたいの、だって私がさ珍しくちゃんとさ、から今日で言ったら、あののんちゃんのポジションってどっちか分かります。今日で言うと、あののんちゃんのポジションって誰、どこか、どっち側か分かる人います、いる。すぐ分かるわ、もう分かるわで、なんかのんちゃんのこと好きみたいじゃん、なんかくるみの配信来てくれてるのが、のんちゃんのこと好きで今日言ってる人みたいになるじゃん。上手、はい上手です、それです、そっち側に。皆さんぜひそちら、じゃあのんちゃん、のんちゃんのポジションってその日、まあまあまあこれ以上言うことを言うのはやめときましょう。なんか、あ、ちなみにそうした理由だけ喋らせて、あ、先に言っていいの、言っていいの、多分ほんとその日のみなの、多分そのポジション出んの、多分ね、理由がそのポジションはまあまあ人がいるからだけ、だから私は多分その日しか出ないと思うんだけど、なんでかっていうと、私公演ラッシュめっちゃ出てたわけじゃないですか、すごい公演にわーって、今回ねすごい5月入ってからずーっとね言ってたんですけど、あのみんなつまらないかなと思って、そのつまん、まま、入ってる人は違うから何とも言えないんだけども、オンデマンドとかは見てる方とか毎回いるわけじゃないですか、私ずっと日暮らしとアイドルなんて呼ばないでの日2個だったじゃないですか、みんなちょっと飽きたかなと思って、ポジション、なんか飽きちゃったかなって、私的には自分が、あ、自分がちょっともうやりすぎてるなみたいなところはあるのね、正直なんかやりすぎちゃってんだって、自分のそこのポジションやりすぎてて、なんか逆にね申し訳ないなみたいな気持ちもありつつ、でもずっと出ちゃってるのね、あの自分がそこしか自分のポジションがいないから、
だからちょっとみんなにもなんか楽しんでもらいたいなみたいな、その私がせっかく公演いっぱい出ている、もっと早くにそれすればよかったんだけど、ちょっとそうなもっと早くできなくて、もう最終的にそこになっちゃったんだけど、そうか、なんかみんなまあ最終、まあ、ほぼなんか最終日じゃん、いっぱい出た14日って多分ほぼね、だからみんななんかみんなにも私も楽しみたいし、みんなにも楽しんでほしいなって思った結果、あの迷ったの、めっちゃなんかちょっとそのポジション交換した方といろいろ話してて、しようよってノリで言ったけど、やっぱ私出る必要ってあんのかなみたいな、別に別の人が出たらいいじゃん正直、でもせっかくならいっぱい出たいし、まあ、頑張ったやりきって終わりたいじゃん14日や14日も出てやりきって、ああもう終わりだって思いたかったから14日は出たかったんだけど、なんかでも同じポジションで出るのもみんなつまんないし、せっかくそういう話も出たし、じゃあ楽しもうかなみたいなだけどなんか覚えようかなとか楽しもうかなみたいな気持ちでちょっとやっちゃってる部分もあるんで、なんかみんなよかったら楽しみにしててください。楽しんでよかったら一日限定かもしれないですけど、楽しんでくださいよ、ぜひ。ぜひ皆さん見てください。昨日来ました、よかったです、ありがとうね。だからぜひ皆さん見てください、よかったら。まずれでもオンデマで見てもらいたいですし、いっぱい褒めてください褒めてください、いっぱい。みんなだからこうなんかはーちゃんと話してたんだけど、ここまで来たら全ポジやればみたいな言われて、さすがにそれはちょっとって思ったけど、それもいいなって思い始めてきてますが、まあ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 、それはまた後日の話であって、まあ皆さん楽しみにしてください。皆さんぜひだから楽しみにして、てかさ今日はさそんなさだらだらと喋ってる時間なかったよね。今何時なの、携帯どこ行ったの。あーもう49分だからバイバイしよう。ありがとね。あ、カエルにしてくれたのありがとうね。あ、おめ、試そう。お試しメールも今ねやってるのみたい、無料で取れるみたいなので、ぜひみんな取ってください。めちゃめちゃ量送る、めちゃめちゃ量送んないし、私多分たまに送り忘れてる日も全然いっぱいあって、あの見たら私なんか全然送れてなくて申し訳ない。もっと送ってる気がしてたんだけど、なんか送れてなくて申し訳ないんですけど、ぜひあの気まぐれで送っているのでよかったら。あと10分なのに、やばい携帯、もうやばい携帯としてごめんなさい。下で寝てる2人、私お試しメールかわいすぎて継続しようか悩み中。あそう待って、全然送ってないよね。でもうちごめんね、本当に頑張る、あの頑張る。でも私 SNS 苦手にしたよ、ちょっと最近なんだけど頑張り始め、写真ちゃんと全部送って、やばい、プリンが目立つ写真ばっかりだけどよろしく。そういう時はグラビアのお仕事送るよって言ったら、だっていつのグラビアのお仕事、もう私3月以降出てないんじゃないか。だからみんなもうじゃあ正直もう最近はあのグラビアの写真とかも送ってないしあれですけども、来てください、見てください。最近は誤字がないでしょう、当たり前よ、最近確認して送ってんだから私もう大人ですよ。
食おじをしないようにしております。かわいい。お弁当の写真、お弁当の写真ってなんでみんなそんな見たいの？最近 AI 使ってないわ、自分の言葉だ。普通に自撮り送りますよ。あのウィバースやばい誤字してたね。なんかもう本当に日本語大丈夫そうみたいな、あの日本語を送っておりまして、文章を。みんなよくあれでなんか真剣、しかも真剣な話した時に誤字しちゃって、マジ申し訳なかった。片言の日本語だったね、本当に。ゴジも込みでくるるんが可愛いです。ありがとう。じゃあ配信の最後に1曲歌って終わります。あのただ普通に私がアカペラでね。じゃあ最近好きな歌、え、大丈夫、誰か外からすごいおえつが聞こえてきたけど、え、2とこで2個でもよ。でもちょっと暗い曲歌うの申し訳ないから、なんか小田さんの卒業公演で好きになった曲が3曲あるんですけど、その1曲を歌わせていただきたいと思います。その1曲だけね。私はなんかすごい最近好きっていう、でもちょっと緊張してきた、歌うの。なんかそんな、いきます。あ、森へ行こう。みんなね、森へ行こうじゃない、ごめんね、森へ行こう歌ってほしい。じゃあ森へ行こうにしようか。森へ行こうがいいの？じゃあ森へ行こう歌うよ。なんだ、森へ行こうか、みんな森へ行こうがいいの？じゃあ好きな歌歌うよ。いきます。花は何を、音痴すぎないか、ちょで。花は何を思い、静かに咲くのだろう。語ることもなく、風の中で、それまでの季節で、声にしなかった叫び、太陽が隠れてる時に、寂しくはなかったか。君のことをずっと見てた。他にいっぱいいても、なぜだか一人気になってた。僕と同じ匂いがする、似たようなタイプと、遠い場所から想像していた。話してみたいって思ったけれど、拒まれそうで僕はごめんなさい、ダメだった。君のどこに行かね、心が揺れるんだろう。生活なんて知らないのに、肩肘も張らずに空を見上げている。鳥たちが横切った時も孤独だと感じずに。ということでランキング発表します。すいませんね、うろ覚えで。じゃあ13位の方からいきますよ。13位の方、ローエンさん、ありがとうございます、イエーイ。12位の方、マー君さん、ありがとうございます、イエーイ。11位の方、ひろまえさん、ありがとうございます、イエーイ。10位の方、じゅんさん、ありがとうございます、イエーイ。9位の方、やべっちさん、ありがとうございます、イエーイ。8位の方、カッティさん、ありがとうございます、イエーイ。7位の方、あったかひろ、アットマーク、あのさ、
アットマークの後見えないんだよね、いつも。ごめんね。高いろアットマーク3、ありがとうございます。恭平アットマーク、僕だけのバリューさんかな、ありがとう。あ、待って、イエーイって2人組め、高いろさんありがとうございます、イエーイ。6位の方、恭平さんありがとうございます、イエーイ。8、5位の方、ぐんちゃんさんありがとうございます、イエーイ。4位の方、きよっぴさんありがとうございます、イエーイ。3位の方、ミッキーさんありがとうございます、イエーイ。2位の方、ジェイさんありがとうございます、イエーイ。1位の方、ゆでんさんありがとうございます、イエーイ。ということで皆さん、あの本当にありがとうございました。こんな夜にね、私のあの眠れない私に付き合ってくれてありがとうございます。今日はたまたま公演後でメイクもしてて、あの人に見せれる顔だったんでできたんですけど、普段はあの人に見せれる顔をしていないので、いくら暇でもできないんですよ。すいません。あのでもいい眠る前のいい配信でしたよね。また配信するので見てください。最近もう近々ね、やったね、2日でなんか一昨日ぐらいにもやったよね、私多分一昨日ぐらいもやって、偉い自分って思いながら寝ます。眠れなかったらビバース投稿します。そうね、ビバースします。現役メンバーってラジオ配信、いや分かんない、ラジオ配信とかしたことない。またラジオ配信とかも、でもラジオ配信って楽しいの、あんま喋ることはないからさ。配信がちょうど、あ、なんか眠くなってきたのかな、自分あくび出た。あくび出た、ごめんね。ということで、あと2分で勝手に切れるから、勝手に切れるまで配信しようかな。14日お楽しみにと、握手会来てねとメール取ってね、いっぱい宣伝あった。握手会来てください、絶対みんな、もう私いっぱいバス、握手会のブスが増えたんです、ありがたいことに。でもね、増えてもみんな来てくれなかったら意味ないし、めっちゃ悲しい普通にね。本当に来てお願い、もう握手来て、お話し会もね、いないの、みんないないの悲しい普通、私のレーンだけ並んでないとか、本当にもう辛くて辛くて握手会悲しくなっちゃう。握手会楽しいものなのに、なんかそうやって悲しい気持ちになるから、来て本当に、うわぁ、お願いお願い、うん、お願いだよ、メールも取って。でも終わるから、もうバイバイ、終わるからもうそんな話せずにバイバイ、またね。じゃあまた、あのいい夢見てください。じゃあバイバイ、またね、またね、バイバイ、みんなバイバイって言って、おやすみって。じゃあね、バイバイ、本当にバイバイ、もう終わるよ、あ、終わった。